ではアニメーターとモデラー、こちらが、異なる場合の例をご紹介しています。こちらが今人のモデル、その中にスケルトンが通っているような状態になっております。まだエンベロブの設定はしていません。そこでまず最初にエクスプローラーを開きます。マン、こちらのオブジェクトを選択しエンベローブを指定します。エンベローブのエンベローブの設定、中ボタンでエンベローピングを行います。ではこれをモデルとして出力します。マンを選択し、ファイル、書き出し、モデルを実行します。マンという名前で書き出します。次にマンスケルトンベーシック、これを同様に書き出します。はい、では2つ目のエクセサイの方を立ち上げます。この中ではこちらはアニメーター用のものだというふうに考えてください。読み込みリファレンスモデルを実行します。リファレンスモデルとして読み込まれました。さらに同様に骨の方もリファレンスモデルとして読み込んでおきます。ではこれで実際に動かしてみたいと思いますが、骨を選択し、骨を選択し動かしてみます。そうするとこのようにエンベローブが外れたような状態になっています。これはこの外部エンベローブコネクションに関するモデルを指定していないためです。やり方は非常に簡単です。先ほどのエクスプローラー、この中でこちらのスケルトンマンベーシック、これがマンのリファレンスモデルのエンベローブになるというふうに指定すればいいだけです。では指定し終わったらマンの方を選択し、モデル、リファレンスモデルの更新を実行します。これで最適合が行われました。このようにエンベローブが通っているのが分かると思います。ここまで設定をしてしまえば、あとはいくらでも変更を加えることができます。ではアニメーターが仮に適当にこのように、アニメーション付けを行うとします。ではモデラーの方に移ります。こちらはモデラーの方ですね。ではモデラーがモデリングの変更を行います。例えばポリゴン等を選択し、コントロール D で適当にモデリングを修正します。ではこの変更した結果をアニメーターの方に受け渡してあげます。マンの方ですね、こちらを選択し、ファイルの書き出しを実行します。モデル、同名でセーブを行います。ではアニメーターの方のエクセサイに移ります。エクスプローラーでリファレンスモデルになっているもの、こちらの方を選択し、モデルの中からリファレンスモデルの更新を実行します。そうするとモデルがこのように差し替わっているのが分かります。このようにエンベローブが入ったようなモデルの状態でもリファレンスモデルで動かすことができます。